ブギウギマーチのおさらいをします。ドに両手の一番を軽く乗せましょう。一つの鍵盤に一本ずつ置いたところからスタートします。最初はこちら左手の5番のファからです。では一度弾いてみますので、音の名前で一緒に歌ってみてください。いきますよ。1、2、3、はい、ファファラ。この音の順番ですけども、今日はステップとスキップのお話をします。ステップというのはドとレのようにお隣の音に飛ぶことです。スキップはファラのように一つ音を飛ばして進むことです。ファとラの間にはソがありますね。それを弾かないでファラと飛ばしたことをスキップと言います。では弾く音をステップとスキップで一度見てみます。ファラスキップ、スキップ、ステップ、スキップ、スキップ、ステップ、スキップ、スキップ。今のところはスキップが多かったですね。ステップは一箇所だけ、ドとレ、このところだけですよ。ではもう一度一緒に歌ってみてください。1、2、3、はい、ファファラ。ついてこれたかな。音の飛び方や音の名前でも覚えるとどんどん弾けると思います。次に新しく出てくるところです。この部分の特徴は左手で黒い鍵盤を弾くところですね。そして一つ目を弾いた後で右手が弾いている時に交差クロスしてかぶせるようにして次の黒鍵を弾いてまた戻る、こんな動き方をしています。最初に弾き始める音は3つの黒鍵の一番右の音を2番の指でこうします。そして次に弾く黒鍵は右手の上を通って3つの黒鍵の真ん中の音を2番で、ではこことここを引く間の右手は最初と同じ場所で動かさないで、何の音かっていうとレとファとソです。レとファはスキップ、ファと
と、そうは何でしょう。ステップですね。では続けて弾いてみますよ。スキップ、ステップ、クロスして、コッキャン、下がります。ステップ、スキップ、ここまで。さあ、新しいところ、左のページの3段目になります。そこまでまたレッスンで一緒に練習していきましょうね。